はい、今日も始まりましたワープ TV 競馬チャンネルです。今日はマイルチャンピオンシップになります。本命ディサイファー、毎日王冠を打ち取った馬、みんな着順上げてるから。ロゴタイプステファノスはもう天皇賞で着順上げてるから、まあ不利もあったし、ディサイファー今回相当いいんじゃないかと。で、太鼓里のアラジンはまあ去年4着馬でこれ前走上がり1位が構想するから、スワンステークスで上がり1位だった里のアラジン太鼓で、3番手この黒三角ターナー候補はもう全部馬券になってると。箇所から全部馬券になってるから、ネオリアリズム、これはまあ天皇賞の反省会でも言った札幌記念組はやばいと取りただ距離不安のある方だ。みんな延長か 2000m そのまま、モーリスが 2000m で菊花賞のなんだレインボーラインが2着、今回初めて距離短縮だから、まあ、どうなるか分かんないけど札幌記念組は高評価をしてるんで3番手で、4番手イスラボニータ、これはここに言うこともなく。去年馬券になってるからリピートと。で、5番手ガリバルディ、これは富士ステークスで上がり最速、まあ足は余したような形で、まあディープ3区だし福永騎手も手が合ってると。で、6番手フィエロ、まあ、この馬も毎年来てるから、まあ、馬券から外す、まあ、切るってことはできないですよね、フィエロは。で、最後にヤングバンパワー、この馬走りが面白くて、外人の方がいいんじゃないですか、これは。すごいでかい馬だし、持続型だし、首も高くてまっすぐ走らなくてよくわかんない馬だけど、足は遅いけどまあ持続で乗り切ればいいんじゃないですか。マレンボックス買ってきました。5等ボックス1281517の馬連ボックス、まあこれは馬単、ちょっとオッズに歪みが合うから馬単で裏表100円ずつ、計8200円で3連複を7等ボックス6600円、3連複7等ボックスを6600円で計14800円勝負です。いやいるね。方、右にアイです。スピードを打ちましょう。大宮につながって、支えた方で右にメールを割って、4番の右の砂が、3番の青葉です。その後のイスラの右だ、そして1番の右だが、7番の右だが、10号いった、10号いった、うわ、いけ、うわ、いけ、みんな BKR 人気だったからうまいわ。案外人気サイドで決まったよ。やばい、あんなの膠着だよ、ミッキーアイル膠着にしてくれ。あんなに折れてさ、そうすれば当たるから俺膠着を願う。85は生まれん買ってるから膠着にしてくれ、お願い、頼む、頼むわ、お願い、膠着にしてくれミッキーアイル。あんな寄っちゃダメだろ、だってひどいよ。何頭もあれ被害受けてるから膠着頼む、頼む、膠着してくれ。なんだよ、あの浜中の野郎は、浜中の浜ちゃんはさ、あれ左ムチじゃダメなのか、左ムチ打てばあんな車高しねえだろ、バカ野郎。85買ってんだよこっちは、生まれん浜中。浜中の浜ちゃんにやられて、あの車高野郎が、あのバカ野郎が本当にさ、左ムチで打たねえからみんなあれでやられちゃったよマジで。最近膠着しないからな。膠着を願ったんだけど85生まれあったから、本当に後味が悪いマイルチャンピオンシップだったな。